今回紹介する商品こちらです。ハードバイトポテトチップスのチェダー&ガーリック899円で購入しました。4月の真ん中あたりにビーフ&オニオンっていう味がね、出て紹介したんですけど、それのおよそ4ヶ月ぶりにまた新しい味が登場しました。こちら東日本の入荷早かった店舗だと1週間ぐらい前には出てたみたいですね。で、福岡の店舗でもこの週末に登場してたみたいで、日曜の朝パトロールした時に、ちょうどね残ってまして、もうね在庫1段分しか朝の時点でなく、ギリギリ確保できたって感じなんですけど、あの調子だったらもう午前中のうちに多分ね欠品してたんじゃないかなっていうぐらいすぐ完売するやつなんでね、タイミングよく確保できました。このハードバイトっていうメーカーなんですけど、カナダの製品で、僕はコストコで売ってるポテチメーカーの中で一番好きなやつなんですけど、ここ2年くらい本当入荷自体が渋くてですね、新商品どころか一つも売ってないみたいな、かなりレアな存在になってます。一昨年ぐらいまではコンスタントに新しい味も出てたし、常に3種類4種類店頭に並んでてっていうね、感じだったんですけどね。このハードバイトポテトチップスの全体的な特徴としましては、日本メーカーでいうとなんか片揚げポテトみたいな、結構ねザクザクっとした歯ごたえしっかりした食感のポテチで、味のね塩加減とかがめちゃくちゃちょうどよくてね、ザクザクっとした食感と相まって、コストコでいろんな海外メーカーのポテトチップス食べてきましたが、一番日本人の口に合うバランスになってると思います。最近だとブレッツっていうフランスのポテチメーカーのものがコンスタントに、ね、入ってきてるんですけど、あれなんかはね塩気がもうバッキバキに強いんで、結構ね辛いんですよね食べてると。で、今回4ヶ月ぶり、もうかなり久しぶりにね新しい味が登場したんですけど、チェダーチーズとガーリックということで、もうね持ってる感じで美味しい、この組み合わせ食べるまでもなく美味しいの確定してるんですけど、欠かさずねハードバイトのポテチをレビューしてますので、今回こちら紹介していきます。それではねパッケージの方を軽く確認していきますが、今回もですねこのパッケージの一番情報量多く載せられるところにいい感じの風景っていうね、これはもうハードバイトお決まりのパターンなんですけど、今回はねバックパッカーの人がこの小屋に向かって歩いてる感じですかね。旅行かな。コストコで売ってる海外メーカーのスナック菓子系のものと袋のサイズで言うとあまり変わらないんですけど、内容量はね 625g しか入ってないです。多いもので言うとカークランドのケトルチップスなんかは 900g とか入ってたりするんで、量で言うとやや少なめかなという印象ですね。ただね価格899円ということで、歴代のハードバイトのポテトチップだとトップレベルで、高い感じになってます。パッケージ裏面はこんな感じになっております。まあ、外国語表記で、7割ぐらい埋まってますけど、この部分日本語表記でね、確認することができます。 100g あたりカロリー480ですね。これ全体で 625g なので総カロリー数は3000キロカロリーになります。ということで実食です。香りなんですけどチーズの印象がすごい強いですね。ガーリック感というのはもう全然ない。うまい。前半はすごいねチーズ、発酵臭がこう買ってくるタイプじゃなくて、チーズ風味のなんかミルク系の感じ、チーズというかなんか乳製品のこうあのまろやかな感じがガーッときて、あとね結構しょっぱいですね。ハードバイトにしては珍しい。でガーリック感は食べ終わりの最後の方にふわっとこう出てきて、あとね、後味はガーリックが強く残ります。うん、予想してたチーズ感、ガーリック感とは違うんですけど、美味しい。
で、チーズもねチェダーチーズがメインになってるんで、一応色味はねオレンジっぽい、なんかパッと見ね辛みがありそうな感じするんですけど、唐辛子系の辛さは一切ないですね。なのでこの味だったら年齢制限なしにね、全人類食べてもいけるっていう感じになってます。食感がうまっ。ハードバイトにしては結構しょっぱいなと思ったんですけど、食塩相当量ね 100g あたり 1.2g で、この値はね、カッコイチじゃないですかね。ハードバイトのポテチだとこの 1.2g っていう値はブレッツのポテチなんかと同レベルなので、いっぺんに、たくさん食べれないぐらいの塩分量というか塩味の強さですね。これはね表面の様子なんですけど、こんな風にね結構たっぷり、どのチップスにもシーズニングがね、たくさんまとってる状態なんで、食べてると指先はやたら粉粉してきます。ハードバイトのポテチね、たまにちょっと湿気てるっぽいやつもねあるんですけど、今回のはね完全に当たり。ビーフ&オニオン2袋目買った時が確かねちょっと湿気てたんですよね。なので湿気てない状態のものがねよりはっきりわかります。うまい。ハードバイトと関係ないんですけど、最近買ったブルーモンキーのね、この炭酸飲料ですね、これスイカのやつ。この炭酸飲料ね16本入りで定価1800円ぐらいなんですけど、今週ねクーポン出てて400円オフぐらいに確かなってたんですよね。これ1本で80円台ぐらいまで価格下がるんで、このシリーズスイカ以外にもグアバとマンゴーとパッションフルーツの全部で4種類あるんですけど、意外とねこのスイカが一番美味しかったです。スイカ以外もね全部美味しかったんで、クーポン期間中にねあと1ケースこれ買っとこうかなと思います。まということで、今回はハードバイトポテトチップスのチェダー&ガーリックですね、食べてみたんですけど、相変わらずハードバイト美味しかったです。チェダーチーズとガーリックってい この組み合わせなんですけど、なんかねチーズなんですけどカールみたいな、日本で売ってるチーズ系のスナック菓子とはちょっと味が違ってて、バターミルクパウダーっていうのがね、使われてまして、その関係でやっぱチーズチーズしてないというか、直接的にチーズのスナック菓子食べてるっていう感覚ではなく、全体的に優しいなんかまろやかなチーズ味です。日本メーカーだとねこんな感じのは多分ないんで、食べたことないですね。で、ガーリック感はね、そこまでこう前面にガッと出てる感じではなくて、こう何枚か食べてて終盤ぐらいになんかガーリックっぽい感じするなみたいな、で伸び込んだ後の後味がちょっとガーリック系のね、あの風味が残るみたいな、そんな感じなので、このポテチの味のメインはチェダーですね。その印象がやっぱ一番強いです。うん。でこのチップスのねザクザクっとした厚切りの歯ごたえしっかりめっていうやつがめちゃくちゃ美味しいので、すぐ売り切れるメーカーの商品なんで、お菓子売り場ねチェックしてぜひ確保してみてください。今回は日曜の午前中のオープン直後に入店して、もうラスト1段分しかなくて、ギリギリ確保できたという感じだったんで、もう買えたらラッキーぐらいの感じで、ちょっと店内ね探してみてください。ハードバイトのポテトチップスも約900円ぐらいまでね1袋値上がりしてまして、で価格をね調べたんですけど、2019年あたりにね3年前ぐらいですかね、調べてみたら同じ内容量で680円で、買えてたんですよね。1袋200円アップしてます。最近だとフードコートのメニューね、ピザなんかもまたじわっと上がってたりとかして、あらゆるものが値上がりっていう
感じになってますんで、まあ、価格をね、記録してどんだけ上がったとか把握しとくのもね結構大事なことかなと思いますので、一応僕の動画の方では紹介する商品の情報は概要欄にね一応まとめてますので、昔からそれはやってますので、価格調べたいなと思った方はそういったところ概要欄もねチェックしてみてください。実際に値上がり幅把握したとしてもただただ悲しくなっちゃうっていうだけなんですけど、概要欄ねまとめてますので、はい。スイカマジうまい。ということで今回の動画は以上になります。このチャンネルではコストコで買ったものおすすめ商品、新商品のレビュー動画いろいろ出してますので、チャンネル登録してみていただけると嬉しいです。このハードバイトポテトチップスのチェダー&ガーリック買ってみようかなと思われた方はグッドボタンで教えてください。チャンネル登録まだしてないよっていう方ね、ここにボタン出てますのでこちらの方から登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。